チーズ豚丼美味しそう。次に吉野家のチーズ豚丼です。ドーナツもある。2個あったんだけどさ、もう1個食べちゃった。ムギュットドーナツみたいな、それのオリジナルとポンデリングあるんだけど、ポンデリングしか残った。水入ってないわ。吉野家のチーズ豚丼初めて食べるかも。吉野家行ったことあったっけ、うん、どこに行ったことあるか分かんない。好きやか吉野家かちょっと冷めちゃったかも、チーズが。いただきます。ちょっと待って、豚肉がないわ、取れてない。ちょっとチーズが冷めちゃった、固まっちゃった。いきます。うん、甘っ、おいしい。今日ね、うどん食べるかさ迷ってさ、結局こっちにしちゃった。ダメ、うん、ダメ多分。うどんと迷ったの。なんか温泉卵を乗ってた温玉ぶっかけうどんみたいな、迷ってこっちにしちゃったきゅうり、え、今日は豚肉の気分だったやっとチーズが食べたかったね。テイクアウトさ、メニュー見たらさ、ネットで豚しかなかったチーズかな。あと自分でトッピングすればできるんだけど牛丼も最初からしてたか、こっちにしてた。ほら、ほらは今日はまだこれから。今はテレビでサッカー見てる、準決勝、日本対スペイン。美味しい。うん、美味しいのこれを初めて食べたかも。なんか三種のなんちゃらかんちゃらみたいなチーズのやつなかったっけ、好きやに。それは食べたことある。いや、それはいつも食べてたもん。多分好きやな気がする。なかったもん、メニューに。もうごめんね、ドボンの音が流れてた。携帯開いて。調べてみよう。好きやな気がするんだよ。三種のそう、チーズのやつ。これか。うん、これぬるとろり三種のチーズ牛丼、これこれこれだ、これだ、いつも食べてそう、これしか食べたことない初めて食べた。じゃあ吉野家チーズ固まっちゃった。ちょっとだけ時間経っちゃって。あったかいんだけど、チーズがちょっと固まっちゃった。
どれ、すき家の3種のチーズ、とろーり3種のチーズ餃子みたいなやつをいつも食べてた。これは違う、これは吉野家のチーズ豚丼。美味しい。多分何サラダつけてね、これだけだよ。いやさ、ドーナツとかもあってさ、ドーナツってさ、今日中に食べないと美味しくないじゃん。そのさ、次の日とかだったらさ、ちょっとさ、しなってなっちゃう。湿気て。だから。何枚目ということ何が何枚目。そう、だから、そう、ドーナツも食べなきゃだなと思って。レンジチンできないんだよ。波で足りる足りる。あ、真ん中の方に違う、チーズはまだとろけてるわ。牛丼食べてるやばい、食べてない。これ豚丼なの。これは夜ご飯です。一個だけですよ。そんなたくさん食べてたらやばいっすよ。今日はオリンピックはサッカー見てる。今さっきまでレスリングつけてた。レスリング見なかった。ドーナツはポンデリングとなんかチュロスみたいな、あのミスタードーナツのやつはチュロスなんだけど、今ここにあるのポンデリングで、今日さ初めて食べたのね。なんかムゲットドーナツみたいな、それのオリジナルめっちゃ美味しかった。なんかシナモンもさあって美味しそうだなと思ったんだけどさ、レーズンが入ってない。レーズン好きじゃなくてだからオリジナルにした。普通のやつ。おいしい。待って、どうもするね。もうなんとね。うん、なんか早く。
紅弁、いや、豚丼、チーズ豚丼。けどなと、ドーナツ、いや、すぐ食べない、すぐは無理、さすがにちょっとお腹が空いたら、さすがに、うん、無理だったら明日の朝かな、まあ、ちょっと知ってちゃうけど、仕方ない。うん、豚だね。みんな違うでしょ。なんか何食べてるか分かんない。みんな豚丼だけじゃない。人によってバラバラだと思う。吉野家、うん、吉野家のチーズ豚とカツ食べてた、カツ食べてたんだ、美味しそう、カツも。でもね、なんか豚丼なんかもう一回食べたくて、何日か前から今日やっと食べた。うん、みんな同じじゃない、みんな同じではない私。バレもね、負けちゃった、残念、ストレートで負けちゃった。みんなバレーしたい。バレーしたい。ちょっと見せかけてるとすごい、ね、確かにあれね、めっちゃすごい、いや、めっちゃ上手してたからさ、スパイスのいつのかなって思った、トスだってすごいあれ、確かにあれは騙される。
お腹いっぱいだ。どこ24位嘘見てみる。美味しかった。ごちそうさまでした。大盛りや並。よし。徐々によ。そうだ、24位だ。めっちゃ上がってる。嬉しい。あと、何位？ 20？ あと、何位？何位あるんだ？ 16 だ。あと 8？あと16位までってやって、あともうちょっとで16位入る。水も。お疲れ様でした。美味しかった。チーズ豚丼初めて食べたけど美味しい。ちょっとなんか私今からちょっとハンドリングがちょっときついからまた後でお腹が空いたら食べよう。ちょっとお腹いっぱいすぎて。イベント順位はそのホーム、ドボンのホームのそのなんかランキングのとこから見れます。1周年特別ライブランキングってやつのを見れば見れます。そこからちゃんとです。じゃがりこまだ残ってる。あるある。あとお菓子ももらったんですよね。買い物とか買い飲みとかチョコパイとかクラムチャウダーコロロ嬉しい。なんか予想以上にお腹が空かなくて、あとカップ麺もまだ食べてないですね。
カップ麺なんかもう3つになっちゃったストックが松屋は1回だけ。じゃあどうしますね、テロップ変えなきゃ。あとメッセージも増えてないわ。先にテロップ変えて、何分まで配信しようかな。ちょっと待って、配信時間先決めた方がいいか。何分からやってる。8分からやってるから、あとちょっとで30分みたいな。じゃあ9時、うん、9時になったらランキングを見ます。よし、ドボンのメッセージがいる。私なんかメッセージ間違ってる。今日で配信するよってなったら後でってやったはずなのにな。今日どういうこと？マジで。ああ、後の下に今日があったんだ。後でってやろうとしたら今日になってる。間違ってるんだけど、今気づいた。気づかなかった。ずっと後ってなってると思ってた。間違ってた。今日でってマジで。どういうこと自分。ごじってる。 OK、 書いたメッセージ。ドボンしてます。あれだね、サッカーまだどっちも点取ってない。ゼロゼロ始まってた。山田カードポン。あ、びっくりした。ドロー2が重なってくるかと思った。どうしようかな。いいか。いやー、待って、ドボンできないわもう今。まわかんない、無音で見てるからわかんないけど、まだゼロ対ドボンできないかな。うん、ドボン。ドボンした。イヤホン、テレビ？テレビ。イヤホンあるけど、その iPhone のイヤホンしかないんだ。ファンの方いる。うん。うん。持ってない。なかなかカードが出せない。いらない。でもなんかみんなみんな全然減ってない。初めて結構当たってるのにさ、4枚5枚5枚4枚あ5枚みんな減らない。
ダメだな、全然。うん、録音できないかな。あ、録音。うん、できた。今日は、今日は通行。サカ、サカ見てますよ、今。サカつけてる。いつもオリンピックつけてる、やってる時あんまなんか普通のニュースとか普通のドラマはもともとも見ないけどさ、もう見てない最近ずっとオリンピック。うん、ファンの方いる。いやでも、あ、でも、あ、これ面白そう。いやでもオリンピックが見たい。なんか世界が突然本当にあったマラヒー衝撃ファイル、こいつを見てる、こういうのオリンピックとかそういう見たい番組がないときはいつもこういうの、こういうの好き。昨日かな、いつだっけ、昨日かな、待って忘れちゃった、昨日か、昨日か一昨日、昨日、いや一昨日だ、一昨日妹と電話して今何してるのって言って、今警察の見てるって言って、妹も私とテレビ見るなんだ、好きな番組似てるから、みんな警察にしるち多分見てて、私オリンピック見てたんですけど、迷った結果結局オリンピック見てた。知らなかった、妹に知ってもらった、やってるのけど見なかった。なんか見ちゃうんだね、その警察に出るしとか一緒だから好きなテレビも多分これ見てるんじゃない、オリンピック見てるか、この衝撃マル秘衝撃ファイルこれ見てるかだと思う。もう大体わかるネタ祭りも面白そうだけど、いや絶対これじゃない、マル秘衝撃ファイル絶対こっち。オリンピックかこれ、何が決まってんだ、いや絶対そうだ、オリンピックはそれでしょ絶対好きな人がいることやってる再放送めっちゃ見てた、これハマって、ドラマ上がれない、どうし、あ、上がられちゃった。絶対どっちかが家で見てるの。オリンピックってさ、いつまでなの？知らないんだけど、何日まであるの？オリンピックって。ああ8日まで、そうなんだ、じゃあ結構まだある。お、ファンの方いる。今日3日だから、あと5日、じゃああと5日間は多分オリンピック見てるな
回ってこない。あ、どう？今日勝率高いかも、この配信中の。上がってないかな。あ、 29% 上がんないね。え、ガチャやろ。4191コインなので、まあ、ちょうどあるんで。あー、一人しか出なかった。レミちゃんかわいい。このめっちゃレミちゃんのペンギン、ペンギンかな、よいしょ、かわいい。一人しか出なかった。いや違うわ、出てたわ、ゆうなちゃん。前の衣装だったから気づかなかった。ゆうなちゃんもだ。ゆうなちゃんとレミちゃん。中止書いてなかった。今日もね、何回かやったんだけど、ガチャ。いや、一回やったんだけど、出なかった自分。じゃんけん、じゃんけんした？負けた？じゃんけん負けました。スペード。いい感じじゃん。これで誰かがドボンできる数字を。あー、出してくれなかった。ではあと1枚。ん、ん、上がれた。上がれた。今日ぴょんちゃんにも、今日ぴょんちゃんに会った。昨日は何人かメンバーと、今日はぴょんちゃんだけの気がする。ぴょんちゃんめっちゃ合う。何回やってんだろ今。今12回やってるね。あと3回でロマンス。めっちゃ合う。うん、ファンの方いる。審判の人熱そう。あ、スタンプ押すの忘れてた。今押しとこう。始まって押しちゃった。普通にみんながカード出してる時に。うん、あと1枚、あと1枚。上がれた。1位で上がった。最強だわ。1位で上がるのは強い。ドボンされないもん、確実に。すごいね、サッカー。どっちもまだ点取れてない。あと1分。あ、ほんとだ。あと1分って書いてある。めっちゃ審判の方熱そうだった。一緒にさ、走り回ってるからさ、めっちゃ汗かいてた。選手と同じぐらい。え、私スタンプしたっけな。今押しとこう。
タイミング遅すぎ毎回気づくタイミング。なかなかダメだな。あ、言います。あ、ドロツーされた。上がられそう。上がられた。上がられちゃった。前半終了した。リタイル。サッカーね、サッカーの前半。ん？始まった。次はね、ちゃんと始まる前の人と。さっき気づくタイミングが遅すぎて意味わかんないタイミングで下っぽしてた。13出したいい感じ。あります。うん、リバース。リバース。スキップされた。あ、ないカードがさない。トイレと日本持ってない。持ってない日本。まだ試合にすら見に行けたことないんだよね。見に行きたいんだけどさ、なかなか行けてなくて。え、なんかさ、最初からさ一人で行くのなんかちょっと勇気いるからさ、お父さんとかさ友達連れて行こうかなって思ったんだけどさ、予定が合わないのね。あ、13にもやる？弱い。OK、 1枚目は出す。出せない。2枚目の13が出したい。いや、出せないな。13満たせるんじゃない。うん、オッケーオッケー。13出した。カード数字が大きいのばっかり引いちゃう。13は持ってないけど。なかなか。あと2枚。いや、でもドボンできないし、何枚だけど数字が1枚が大きすぎて。数字がね。いや、なかなか上がらない。配信中以外何時頃、何時頃だろうな。でも夕方何時頃が一番飛ばしてるんだろう。わかんない。起きてからやってる。お、上がれた。でも3時頃とかやってるわ。3時頃結構暇
の時が多いので、ご飯食べてゆっくりしてる時間ない。オッケーオッケー。今回は13ない。12はあるけど、でも12ならまだいい。一番最初だし。オッケー、大丈夫。4枚からなかなか減らないんだけど。持ってないカードで回ってきてさ、ずっと1枚引いて1枚出すみたいな状態。うわ、出せなかった今回は。減らない。まあ3枚なんだけど、まだと思う。うん、できるかな。お、ドボンドボンできた。え、今日結構勝ててる、嬉しい。今日の勝率高い。でもね、 29% から上がんないんだよね。なかなか勝ってはいるけど、カロニア、いいな今日。今ね、配信中でさ、最近全然会わないよね、メンバーと。配信中に、配信外では結構あった。今めっちゃ強いんだけど、びっくりした。ドロースリー3枚持ってる、やば、強っ強っ。ほんと1枚でコンプリートだわできないな。うん、一番引いちゃったからできない。ダイヤ持ってないあ、ドボンされちゃったドボンされちゃった。ドロースリー3枚持ってたのに1枚しか出せなかった仕方ない。ん、始まってる。え、違うわ、前半のハイライトだこれ。びっくりした、始まったのかと思った後半戦が。何でどうされたっけ今。11かな、忘れちゃったあんま覚えてない。もうびっくりした、ドロツーが2枚重なってくるかと思った。ローンできる、カード出してくれればカード出してくれればできる。
あ、ダメだった。できない数字だった。メンバーとどんな、今日はぴょんちゃんしか会えてないです。ぴょんちゃんはよく会うよく会う。ぴょんちゃん、なかなかさ、一応視力も音感つかないんだけど。あ、でも今回は割と数字大きい数字はそんなない。まだドボンはできないけど、今1200何パーセントだったさっき見えた時、始まった時のルーレットの前かな。これ終わったら見てみる。うん。ああ。どうしよう。ドロー2が歌回ってきちゃった。やばい、13人もやるんだけど最初なかったのに。あと1枚、あー出せない1枚は出せた。もう13でもあと1枚残ってる。うん、お、出せた。これでいい感じに減れば。うわ、あ、ドボン返し、ドボン返し気づかなかった。ドボン返しだ。やば、ドボン返し久しぶりにした。嬉しいやった。配信外でも全然できてなかったのに、ドボン返し嬉しい。いや、8で当てドボンできるなと思って、で自分が出したのが8だったそれでドボンされてたからできた。おかしい。あ、ファンの方いる。今59分。じゃあこれ終わったらランキング読め。あ、違うことはどうもされちゃった。早っ。肩の動画100回ぐらいしてます。ドボン返し100回もできない。ドボン返しも分かるっけ。これドボン返し20回、ドボン数は868回、ドボン返す20回かな。あ、ゴールデンベッドタイム、やば。じゃあ急いでランキングを読んで、ドボンずっと回そうできる限り。じゃあ今からランキング読んでいきます。13位から読んでいきます。13位プチーさん、ありがとうございます。12位大木正義さん、ありがとうございます。11位バトニーさん、ありがとうございます。10位日清さん、ありがとうございます。9位幻さん、ありがとうございます。8位 WY アットマーク影の守護神エンジェルゾシさん、ありがとうございます。7位カズさん、ありがとうございます。6位ラックラックさん、ありがとうございます。
5位まさむねさんありがとうございます。4位むむさんありがとうございます。3位としのりさんありがとうございます。次に、筋肉愛好家さんありがとうございます。そして1位が元気さんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。でそろそろ終わろうかな。ゴールデンベッドタイムが始まるので皆さん頑張りましょう。ゴールデンベッドタイム私もやるので、でもやってるメンバー多いからと、そんなそう何当たれないだろうけど、対戦できないだろうけど、対戦できるかもしれないのでぜひやりましょう一緒にじゃあそろそろ終わりだと思います。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。バイバイ。